この動画は新しいカードやデッキの動き方などを紹介していく番組です。第3回目は12月6日土曜日発売、ストラクチャーデッキシンクロンエクストリームの紹介です。今回はシンクロンエクストリーム3個で構築したデッキを紹介します。1個でももちろんデュエルすることができるストラクチャーデッキなんですが、3個を合わせて1つのデッキとすることでより強力なデッキを作ってみました。はい、シンクロンエクストリームはどういったデッキなんでしょうか？そうですね、とにかくシンクロ召喚を駆使して戦うデッキなので、墓地やデッキからモンスターをどんどん特殊召喚してレベルの高いシンクロモンスターにつなげていくデッキになっています。シンクロ召喚ですね。はい、この新カードスターダストウォリアーはシンクロモンスターを素材として要求するシンクロモンスターなんですが、はい、相手の特殊召喚を無効にする効果とフィールドを離れてもエクストラデッキからまたシンクロモンスターを特殊召喚するという効果を持っています。このデッキでは、こちらのチューナーアクセルシンクロンとこちらのジェットウォリアーかジャンクウォリアーで、レベルを10にしてシンクロ召喚していきます。実際どのようにシンクロ召喚していけばよいのか教えていただけますか？はい、このレベル5のシンクロ召喚を行う手段というのは、この時非常に豊富ですので、はい、まずはそこからですね。はい、例えば、ジャンクシンクロンですね。はい、ジャンクシンクロンの、召喚時の効果で、墓地からレベル2のモンスターを特殊召喚して、はい、レベル5で3と2で5です、はい、シンクロ召喚をしたり、それから、シンクロンエクスプローラーの、召喚時効果で、今度は逆に、はい、このジャンクシンクロンを墓地から、特殊召喚することで、シンクロ召喚ですね。はい、それからこのクイックシンクロンですね。はい、クイックシンクロンを、特殊召喚する効果の際に、レベルスティーラーを手札から、捨てて、はい、特殊召喚します、はい、でレベルスティーラーの効果で、クイックシンクロンのレベルを下げて特殊召喚4と1にですね。そうですね、4のチューナーと、はい、レベル1ということで、これでもレベル5のシンクロ召喚が可能です。こういった基本的な方法を踏まえて、新規カードをさらに利用していくというのがこのデッキの戦術になっています。はい、特にシンクロ召喚を助けてくれる新規カードとして、こちらのジェットシンクロン、はい、それからシンクロンキャリア、はい、それからフィールド魔法であるスターライトジャンクション、はい、それからシンクロンモンスターの、ジェットウォリアーや、アクセルシンクロン、はい、この辺りを活用していきましょう。はい、まず、ジェットシンクロンですけれども、こちらは、手札を1枚、捨てることで墓地から特殊召喚できるチューナーになります。はい、手札を1枚、捨てて墓地から特殊召喚して、さらにこのデッキですとここですね、はい、キビアクールワイバースターですとか暗黒竜コラプサーペントを、特殊召喚、はい、自身の方から特殊召喚することで、これだけでもうレベル5のシンクロ召喚ができますね。捨てる手札がこのどちらかだといいですね。そうですね、はい、それが理想の流れですね。それからこのシンクロンキャリアですね。はい、これはシンクロンをもう一度召喚できるようになる効果と、レベル2のトークンを特殊召喚する効果があります。はい、シンクロンキャリアを召喚して、その効果でジャンクシンクロン、こちらを通常召喚します。通常召喚、はい、で、今度はこのジャンクシンクロンの召喚時効果で、レベル2のモンスターを墓地から特殊召喚します。はい、これで、さらにレベル3のチューナーとレベル2のモンスターでシンクロ召喚ですね。はい、レベル5、レベル5で、アクセルシンクロンを、シンクロ召喚します。そうすると、こちらのシンクロンキャリアが、いる状況で、シンクロ召喚成功した時に、はい、レベル2の、シンクロントークンを特殊召喚することができます。はい、
で、ここで先ほど言っていたこのジェットシンクロですね、はい、こちらがもし、まあ、墓地にあれば、はい、手札を1枚捨てることで墓地から特殊召喚、はい、でそうすると2、2、1ということで、ここでも、まあ、1のチューナー含む効果ができるので、はい、これでトークンを含めてレベル5ですね、はい、シンク召喚ですね。で、ジェットオリアを特殊召喚、はい、これでレベル5のシンクロモンスターのチューナーと、はい、レベル5のシンクロモンスターがいるので、この2体でシンクロ召喚スターダストオリアと、はい、いうことができますね。レベル10ですね、はいはい、でそしてこちらのスターライトジャンクションですね、はい、こちらは、自分のフィールドのチューナーをリリースすることでデッキからレベルの異なるシンクロンモンスターを特殊召喚するというフィールド魔法です。フィールド魔法ですね、はい、例えば、まあはい、チューナーいきますと、はい、そしたらこれをリリースして1です、ね、別の、まあシンクロンを特殊召喚するので、はい、チューナーのレベルを、まあ、変更したり、それからこれをリリースして、シンクロンエクスプローラーを特殊召喚すると、はい、まあ、チューナーからチューナーではないモンスターになりましたね、はい、という感じで、状況に合わせたモンスターを特殊召喚する効果と言えます、はい、例えばなんですけれども、じゃあこのクイックシンクロンですね、はい、こちらを、じゃあ、エフェクトベーラーを捨てることで、じゃあ特殊召喚しましょう、はい、で、今度は墓地の光属性、はい、いますね、光属性を除外することで、暗黒竜コラプサーベントをじゃあ特殊召喚しましょう、はい、でこのあと、じゃあジェットシンクロンを通常召喚します。通常召喚ですね、はい、はい、で、ジェットシンクロンと暗黒竜コラプサーベントでシンクロ召喚を4、はい、で、じゃあジェットオリアをシンクロ召喚します。はい、レベル5のシンクロモンスターですね、はい、で、そうすると今度は、コラプサーペントの効果ですね、はい、キビアクリューワイバースターが手札に加わります、はい、はい、で、さらにこちらのジェットシンクロの効果で、はい、ジャンクモンスターですね、ジャンクシンクロの手札に加えつつ、はい、今度は墓地の暗黒竜トラップサーフィンを除外して、はい、先ほど手札に加えたキビアクリューワイバースターを特殊召喚します、はい、そしてここで、スターライトジャンクションですね、はい、こちらを、まあ、発動して、その効果で先ほどのこのクイックシンクロンを、リリースします。はい、で、デッキから、レベルの異なる、シンクロンなのでこちらのジェットシンクロンを特殊召喚しましょう。5が1になりますね。そうですね、はい、ほらもう1のチューナーと4のモンスターで、はい、シンクロ召喚アクセルシンクロですね、はい、もうという感じで、また2体揃いましたので、こういう状況でもスターダストオリアを、シンクロ召喚することができます、はい、そしてアクセルシンクロン、はい、こちらはデッキからシンクロンモンスターを墓地に送ることで、そのレベル分自身のレベルを上げたり下げたりすることができますので、レベル調整はもちろん、シンクロンモンスターを墓地へ、送る、こういったモンスターを墓地に送るという役目も、果たします、はい、このようにですね、シンクロ召喚できる流れがとってもたくさんあるので、はい、まずは、墓地から特殊召喚しやすいこちらのジェットオリアン、こちらをシンクロ召喚します。で、まあ、こちらをシンクロ召喚した後に、じゃあ、破壊されて墓地に送られましたと、はい、で、次のターン以降で今度はアクセルシンクロンをシンクロ召喚します、はい、そうすると先ほどの墓地へ送られたジェットオリアンですね、こちらが、フィールド上のレベル2以下のモンスターを、リリースすることで墓地から特殊召喚するという効果がありますので、はい、これで
もうスターダストウォリアーを、シンクロ召喚をする流れができるということですね。はい、まあ、この流れをですね、覚えていくとこのデッキの使い方というのが徐々に分かっていくかと思います。それではですね、このデッキでの対戦の模様をご覧ください。はい、対戦相手は同じくストラクチャーデッキ、ヒーローズストライク3個で構築したデッキとなります。はい、ヒーローの先行でスタートです。まずは E エマージェンシーコールを発動し、エレメンタルヒーローエアーマンを手札に加えます。そして召喚、そこにエフェクトベーラーで効果を無効にしようとされますが、チェーンしてマスクチェンジを発動し、エアーマンを墓地へ送ることでエフェクトベーラーの無効にする効果を回避しつつ、マスクドヒーロー神風を特殊召喚します。そしてエアーマンの効果でエレメンタルヒーローシャドウミストを手札に加えてターンエンドです。後攻シンクロのターンです。まずは調律を発動、クイックシンクロンを手札に加えてデッキの一番上を墓地へ送ります。そこからレベルスティーラーを捨ててクイックシンクロンを特殊召喚します。そのレベルスティーラーをクイックシンクロンのレベルを下げることで墓地から特殊召喚、この2体でシンクロ召喚します。シンクロ召喚時の効果でマスクドヒーロー神風を戻します。さらにスターライトジャンクションを発動しシンクロンエクスプローラーを召喚、効果で墓地のクイックシンクロンを特殊召喚、また墓地のレベルスティーラーをクイックシンクロンのレベルを下げることで特殊召喚、スターライトジャンクションの効果を使用してクイックシンクロンをリリースすることでデッキからジャンクシンクロンを特殊召喚します。そしてシンクロンエクスプローラーとジャンクシンクロンでアクセルシンクロンをシンクロ召喚です。アクセルシンクロンの効果でデッキからジェットシンクロンを墓地へ送りレベルを1上げます。今上げたレベルを下げてレベルスティーラーをもう一度特殊召喚、すでにスターダストウォリアーをシンクロ召喚できますが、ここはスターライトジャンクションを生かすためにそのまま攻撃してターンエンドです。ヒーローのターン、エレメンタルヒーローシャドウミストの召喚に対してシンクロンはアクセルシンクロンの効果で相手のターンのシンクロ召喚を行います。ここでスターダストウォリアーが登場です。さらにスターライトジャンクションの相手ターンにシンクロ召喚に成功すると発動する効果でシャドウミストをデッキに戻そうとしますが、マスクチェンジの効果で回避されてしまいます。特殊召喚したのはマスクドヒーローダークロー、シンクロン側のカードが墓地へ行かず除外されてしまう効果です。さらにシャドウミストの効果でエレメンタルヒーローアナザーネオスを手札に加えます。ダークローで攻撃しレベルスティーラーが除外されます。1枚セットしてターンエンド、シンクロンのターン、シンクロンエクスプローラーを召喚、効果で墓地のアクセルシンクロンを特殊召喚します。そしてフィールドのレベル2以下のモンスターをリリースすることで特殊召喚します。そして2体目のスターダストウォリアーをシンクロ召喚です。全員で攻撃してターンエンドです。ヒーローのターン、ここはエレメンタルヒーローアナザーネオスを召喚してレベルスティーラーを攻撃します。そして1枚セットしてターンエンドです。シンクロのターン、ナイトショットでセットされたカードを破壊してスターダストウォリアーで攻撃しますが、オネストによって返されてしまいます。しかしスターダストウォリアーがフィールドを離れた場合の効果でジェットウォリアーをシンクロ召喚扱いで特殊召喚します。ジェットウォリアーの効果でアナザーネオスを手札に戻して攻撃してライフポイント0です。はい、いかがでしたでしょうか。ご紹介した他にもですね、実に様々なシンクロ召喚の方法がありますので、いろいろと見つけていくのもこのデッキの楽しみ方の一つと言えますね。あくまでこのレシピは参考となりますので、ここから自分なりのデッキを見つけていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。
み。